きましょうか。バイオハザード7。精神が刺激されているぜ。何かが落ちているよ。チラチラ。お前か。ディー競争団でぶちのまれす、ぶちのめされた一番贅沢なエブリウェア人形ちゃんですね。はい、ブルコースです。やっていきましょう。なくなってる。発狂ナウ。ひえー、ここに扉があったはずなのに。そんなことは気のせいだ。扉が開いている。犯人は誰かです。で、こっち行くと腕を押し折られてる。その取り方されたら私は何も抵抗できんのですわー。ぬわー。あ、なんかいたね。全部お前のせいなんだ。なんで人のせいにするのよくない。やっぱ多席を。あ、そうだ、そういえば出てくるんだね。あれだよ、多席にしちゃダメよ、本当。そいつを殺してな。全ては自分の責任なんだからさ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。全部自分が悪いんだよ。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。極論ですね。パパにならない人を殺しちゃうって。あ、そうか、家族に飢えているっていう設定なんだったっけ。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。いや、もう殺していただいても結構なんですけど、そう、殺せるもんなら殺してみやがれっていうね。こっちを返り討ちにしちゃったんだ。で、こっち行くと、お前も家族にしてやる。いや、あのね、お行儀よくなる人はね、あのね、お行儀良い人にね、教育をしていただくとね。やめろ、私に近づくな。あなたまだ教育される側でしょう。で、これダメージ食らうんだって。もうそれだけで食らうんだから、お前の助けなんかいらない。おう、撃ってみる。あ、食らってる食らってる食らってるけど関係なく向かってくる。痛い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 。で、なんか人形が移動して怖い、非常に怖い、助けて、わーわー、バクルー。あ、しまった、爆弾全部使い切っちゃったな。なんか爆弾、うぅぅぅぅぅぅぅ、いつ来るいつ来る。あ、お前に分かるもんか。さあ、ロリッコちゃん、やめて。この野郎、ロリッコだからって言って油断した。私に近づくな。連霊詐称、逆詐称って面白い。これ以上近づくな。やめろ、どん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 ダメージを受けて。やめろ、ということで、はい、やだやだやだ、お注射です。あ、ごめんなさい、相変わらずのくしゃみが、うん、鼻水が。お前が、お前が。そうなんですね。だからこいつカビじゃん。で、溶けるじゃん今から。だから、あの、前回やった時は気づかなかったけど、もしかしたらなんだけど、もしかしてだけど、それってオイラを誘ってるんじゃないの。あの、ほら、車椅子でさ、いろんなところに出没してたじゃないですか。車椅子ごと、ほら、今あんな風に溶けていって、で、ニョキニョキって生えたから、階段のあるところとか関係なく、私はここよっつって現れてたんじゃないかなーって思ったりもするんですけど、実際のところどうかちょっとわかんないんだけどね。エンポリオホルモン打ったのかわかんないけどさ、エンポリオ言わんかった、うん、なんか大きくなっちゃって顔面ホルモンっつって無駄毛処理券。あ、やばいやばい、無駄毛処理券されてる。あ、意外と体力少ないね。やばいやばい、無駄毛処理券されてる。おひょー、頂上戦争、落ちろー。でででででで、でこっち側サイドだからまだ大丈夫。あれ、もしかしてこっち側サイドじゃなかったっけ。ミヤのあれとか燃やしてたの。やっぱそうだよね。あ、いつの間にかミヤの免許証とかカバンとか燃やしてたあれがなくなってる。あれが燃えっぱなしだったとしたら相当多分もう終わってたからね。これカチョコンで、ほい、競争団これもう残る。めっちゃ弾まってんな、もったいない使い方したな。マグナム、痛っ。そう、暴れない、もう、ああ、もう一人やから、ちょっと一緒にレムくらいが僕は興奮するんだけどな。どうなんだろうな、やっぱりイーサーの M だか。痛い、刺さってる。で、消されないでよ、そんな、待って、無茶すんって。おお、高い、新手の高い、やばい、
もうなんかもう全然あれだね。やっぱごめん、家族が欲しかった。家族が欲しいのは分かるけど、家族ってさ、なんだろう、やばい、これおお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 、家族って欲しいのは分かるけどさ、強引に作るものじゃなくて、だ家族になっていくものなんだよ。大切にしない人間からなんで家族になってあげるよって言われるのかって、ねえ、ほら星の王子様とか言ってたじゃないですか。今から目の前にいる人を大切に大切にすることで、そんなことは終わりだ。そしたら家族っていうのは、そうしなしゃ、貴様にとって家族ってどういうものか、脳天ぶち抜くまで。これもし全部外してたとしたらどうなったの。皆さん、今からのクローンクリスが現れるよ、うん、本物のクリスはどこ。ああ、無事に終わることができました。本当にもうありがとうございました。めちゃくちゃ助かりました。本当に本当にもう皆さんのおかげでございますね。そしてこの方々がたくさんいらっしゃるからですよ。何よりね、嫁が応援してくれた、娘が応援してくれた。いやー、鼻が本当にやばい状態になってる。ね、この時のね、ゴリス感ないよね。なんかどっちかっていうと好青年っぽい見た目をしてるんだけど。レッドフィールド。無事でよかった。遅かったじゃないかっていうけど。だから元々なんか繋がりがあったのか。随分遅かったじゃないか。ミアからはそのあのビデオレターが届いた風に最初オープニングになってるけど、実はビデオレターっていうのは届いてなくて、ミアから来たメールによって生きてるっていうことを確信して、まああのイーさんが向かっていった結果、なんかとんでもないことに巻き込まれちゃいましたよ、ちゃんちゃんみたいな、そんな感じだったっていう確かスタートだったと思うんですけど、うん、俺たち本当生きてたね、ミアもね。もうちょっとね、膨らむところ膨らませていただかなければならないと思うんですが、いやー、ほんとセブンを初めてやった時のこのエンディングめちゃめちゃ綺麗で、いつかは開ける、感動した記憶がある。夜明けが訪れた、出現っていう感じなのかな。気が遠くなるほど長い夜だった。長い夜だった。いや本当に、ね、本当に、ね、苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。変わらない10時15分ベーカー家もそうだ。いつの間にか晴れてるあの化け物夜明けになってる。変えられてしまった。アンブレラコーポレーション。これがね、初めてだ。すげえ気になったよね。アンブレラ？あとのことは彼らに任せればいい。ついに薬品作るようになっちゃった。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、すべてを乗り越え歩み出そうとしている。いやあ、本当に。やっぱりヘリで帰っていくっていうのがね、なんかバイオハザードの醍醐味っていうか、ここが楽しみだったりしますよね。いやー、なんか楽しかった、よかった、気持ちよかった。お疲れ様でしたー。さあ、不気味な音楽始まるよ。ということでね、本当に最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、頑張ったよっていうことでね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、もうあの次回パートからの励みになっていきます。で、またちょっと次回からは繰り返しになるんですけれども、バイオハザードのビレッジをやっていこうというふうに思います。まあ、またビレッジやるときに繰り返しこんな風にやっていきますみたいな話とかで多分すると思うんだけど、明日以降の僕がね。あ、そうそう、その前に、4時間以内でクリアできたかどうか、その4時間以内にクリアができてなかったとしたら、これ今ベラ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 喋ってるけど、すべてがパーになるんで、やり直しをしなければならないというふうに思っているんですけど、もしね、そんなやり直しになったとしたら、もう発狂するんだけど、どっからやり直ししたらいいんだろうと、それがまあ1、2分程度とかだったらね、なんかちょっと2つパート前くらいに戻って、なんか余計な観察とかしたとかさ、マーティックコインとかいらないから、なんだっけ、金属溶解機で溶かしてるシーンとかも全部省略していきましょうみたいなことができると思うんだけど、まあ果たして4時間以内でクリアできているかどうか、そこがドキドキね。4時間以内にクリアできていたとしたら、一旦ね、ちょっと丸ノコを使ってジャックを切り刻むところくらいまではやってみたいかなっていうふうに思いますね。
全部やろうとは思わないんだけど、今のイーサン違うな、なんかクレンシーとかなんかそこら辺な感じがするけど、実際どうなんだろうな。で、まあそれはいい、いいとして、そうで、その、まあ、丸の子を使って、まあ、敵を切り刻みましょうみたいなことが終わったら、バイオビレッジ、ね、まあ、ダウンロードコンテンツが販売されるっていう記念してね、今回の実況を始めて、バイオセブンからね、改めてやっていってるっていうわけで、まあ、それをね、あのバイオビレッジもね、あのちょっと村散策ツアーということでやっていきながら、一旦ね、ストーリー一周していきたいなというふうには思っています。まあ、ただ、そのなんか、ダラ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 長くやっても面白くないから、もう一応クリアデータを使ってね、まあ、難易度はちょっと考えます。難易度考えるんだけど、やっていこうかなと思います。で、まあ、このエンディングテーマがどのくらい長いのかどうかっていうところはあるんだけど、まあ、うん、でも喋ることがないよね、ちょっと面白いと思うんだけど、せっかくね、このバイオセブンの音楽すごい耳に残るし、かっこいいと思うんだよね、個人的にはね、かっこいいと思うんだよな。だからいろんなバイオのその音楽とかがあるけど、まあ初代バイオハザードね、あの夢で終わらせないだけ、夢で終わらないか夢で終わらないかどっちかだったか忘れたけどとか、あとはバイオ6の曲なんかも結構耳に印象残る感じがするね。で、あとバイオ7っていうのは、バイオ8の曲はあんまりね、まあバイオ8の場合はその音楽というよりはどちらかというと、あの最初の絵本だよね。絵本なのかあれはなんか物語の本なのかあれだけど、が、あの最初にミヤが話してたのが実は終わりで伏線に全部繋がってましたっていうオチね、あれもなかなかよくできてるなと思ったりするし、うん、で、なんだかんだでも9月も始まっちゃいましたからね、あの、まあ、もう間もなくね、もう間もなくともう今の方ホラーナイト始まってるんだったっけ、ちょっと僕その辺最近見てない、ホラーナイト行きたいんだけどさ、嫁さんがホラー大嫌いだからさ、ゾンビの時間だから昼間だったらいいけど夜の時間ってもう帰るからねって言われて、もうそれ付き合ってる頃から帰るっていうね、うん、でなぜかその時だけそのあえて分かりやすく言うなら浮気を許してくれた、そう別のこと言ってもいいよって言われたから、別の女の子とね、あの2人くらいかな、あの、まあ、別々の日に1人の子と1人の子と行ったりとかして遊んだりとかしたけど、まあでもね、一緒に行った子もねビビり散らかすような子でね、あのバックスザフューチャーでさ、呪音やってたじゃないですか。で、呪音やってた時に、その、一つ目の世界、あの、2015年のヒルバレーだーって言って、ヒルバレーからなぜかね、あの、かやこだったかな、なんかその、ね、お化けで出てくる女の子のキャラがいるんだけど、その子の家に行くっていうシーンがあるんだけど、そこに入った途端、もう、その子がビビり散らかして、で僕の右に座ってたんですけど、右腕が折れるか取れるかくらいのね、あの握力で握りつぶされたから、もう本当に、あの、これだったら嫁と一緒に行った方がマシだったっていうくらいのね、あの、記憶があるよね。あとさ、あの、バックス・ザ・フューチャーじゃない、いや、バックドラフトに、貞子が出てくるっていうアトラクションやった時もあったんですけど、その時はね、あの、ほら、バックドラフト入ったことある人は分かると思うんだけど、あの、3列に並んでるのね。3列に並んでて、僕、たまたま真ん中の列に並んでたよ。で、あの、1つ目、2つ目の部屋があって、まあ、最後の3つ目の部屋入った時に、あの、まあ、真ん中に井戸がポーンってね、その、アトラクションのところに置かれてて、で、そこから貞子が出てきて、で、画面が降って暗くなったら、実はあの、客席の方を走り回るっていうね、演出があるんだけど、その真ん中の列 に僕いたんだけど、真ん中の列僕いたんですよ。で、その真ん中の列で、貞子がね、わーってね、橋の方から走ってきたので、あれ、うわ、これすげえ怖えと思ってたんだけど、そしたら僕の隣の隣、左の隣の隣くらいにいた男の人が、なんかね、通路を塞ぐように足をね、壁にね、ボンって打ったから、ほんと駆け抜けていく予定だったと思うんだけど、貞子が、やべえ、これ走っていけねえ、どうしようどうしようって、なんか、僕の目の前で右往左往し始めて、で、最終的に、もうどうしようもないからって振り返った時に、僕に膝切りが入って、あ、物理的に触れるんだ、こいつって思いながらね、元の場所に帰っていったっていうね、多分貞子役やった人は終わった後にスタッフに、もうあれ走り抜けていくようだったの、あいつ邪魔だったんだけど、マジでないわーっていう話をしてたんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、そんなね、ホラー演出とかあったりとかしたよね。あと、ハムラプトラ2とかね、やってた時期とかもありましたね。あの、狭い通路でお化けがわー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 言って出てくるっていうね、あんなのもさ、
それはね嫁さんと入ってますよ。で嫁さんと入って、で後ろにねあの中学生の女の子2人がいて、でその子たちもねあの僕たちについていく、でも怖いから戦闘嫌だからついていきますって言って、本来6人1組なんですよ。で僕らが5人目6人目だったよね、嫁さんと僕がね。でそしたらその後ろの中学生2人組が6人組の1番目2番目になっちゃうから、それは嫌だっつって特別扱いで7人目8人目でついてきたんですよ。そしたら3人で僕を壁の方にもう追いやっていくから歩けねえわ、痛えわで、ね、もうまともに歩くことができなくて、で、あの、なんか広場みたいなところに出てった時に、お化けが横からね、僕に向かって、わーって言ってきたから、もうほんと鼓膜破れるかっていう感じだったんで、うるさーいって逆切れしまって、多分お化けの役の人が多分ビビってたと思う。で、あの、ハムラップが出て終わった後に、その女の子たちが、あの、私怖くて何も見なかった、私もって言ってるところをあの尻目に聞いて、もう一回入ってこいと思ったけどね、うん、楽しいから入っておいでよ女の子たち言ってね、まあ、当時多分20歳くらいだったからね、あの5、6個下のくらいの女の子だと思うんですけどね、だからもう今24、5くらいになってんじゃないですかね。まあそんなねこともありつつで、まあ、これからホラーのハロウィンがね近づいてきてね、あのホラーの時期になってきますから、まあ、バイオハザードもねあのホラーの一つだしね、バイオハザードって確かホラーだったはずなんでね、うん、まあダウンロードコンテンツに向けてね、だからある意味10月28日に発売ってことは、まあハロウィンを楽しむためのカッポの仕込みなんじゃないかとも思ったりとかするけどね、まあ全然違うと思うかもしれないけど、実は違ったりするかもしれないけどね、今年の10月31日とかは、あ、でも月曜日か。だから29、30でたくさん遊べるように、あえて、まあ、28日に発売して、金曜日に発売して、で、土日で遊び尽くしてもらおうみたいな。だからまたね、僕もタイムリーにね、そのダウンロードコンテンツの方を発表ができればと思、いいなとは思うんですけど、まあ、なかなか難しいと思うんで、だから、アイソレートビューからサードパーソンシューティングになったら、まず当然一番最初にやるのはローズの16年後の物語ですね。2037年、だから今から15年後になるのか、15年後って言ったらもう45歳か、そこそこいいおじさんになってるね。それは僕はどうでもいいんだけど、ローズの物語をやって、でその上でマーセはねちょっとあんまやる気がないっていうか、マーセ 2、3回しかプレイしたことがないからね、そもそも普通にやる気がないっていう、それはもう除いて、でサードパーソン